これを当てたら神だと思うヒントは恐乳化です。じゃあ僕が知らない在庫なわけだ。これいくよ。量がおーコーネットの多分いいやつ。片目一覧を聞いてもいいですか。一番高いのがブラックコーネット。違う、そんないいやつじゃないでしょ。コーネット H3R で、その下にコーネットのスタンダード LEC は。スペックが全然頭に入ってないんであれなんですけど、なんとなく10万円超える手触りな気がする。 H3 とスタンダード、多分そのどっちから、ローズだね。だから H3R しかも17万って言われても、この塗装の価格だったらありえるなっていう不足のもと、リョーガのホーネットの H3R だと思います。いきます。はい。さあこれは何なんだ。H3R! おっ！いよいよ、テントにない蓋を当て始めた。